はい、それでは解説していきます。道具は何もいりません。手だけあれば大丈夫です。まずは左手の関節のあたりを人差し指親指でつまみます。で、こうグリグリする動きをして前に出すときに偽物の親指とこのように入れ替えます。親指をこのように曲げます。そしてここを人差し指でカバーします。次に勢いよく戻すときに本物の親指を出してこのようにします。で、そのまま最初と同じようにこのように見せます。そして次に人差し指が取れる現象ですが、勢いよく取る瞬間にまず人差し指を曲げます。曲げたらこっちの指でこのように人差し指をクロスさせます。この指ですね、最初ですね、かなり難しいと思います。こんな感じでですね、指のトレーニングをしていればできるようになるんですが、最初なかなか硬くてできないと思いますので、まず人差し指と中指をこのようにクロスさせる練習をしてください。中指を人差し指にこう巻きつける感覚ですね。最初のうちは多分できてもこれくらいだと思います。これだとちょっと取れてるように見えないので、これをより巻きつけられるようになるとより取れたように見えます。そのままスッと戻します。では次に小指が取れる現象ですね。小指を後ろの方にこう反らせます。最初ですね、なかなか小指倒れないと思います。感覚としてはこれも練習が必要なんですが、小指とこの薬指を離す感覚ですね。小指を倒すという意識よりは、薬指と小指のここの間、ここの間を広げるぞという感覚にすると、このようにですね、反らせることができます。そしてさらに小指が取れたように見せる錯覚として、他のこの3本の指をちょっと曲げるんですね。そうするとよりこの指が取れてるように見えます。このようにですね、手のひらをちょっとこっちに向けることによって、自分側に向けることによって、相手から見るとですね、小指が消えたように見えます。角度にだけ注意してください。右手でこのように小指をですね、上から取ろうとした時に小指を倒します。このように倒してググッとやって取ります。で、実際にはもちろん何も持ってなくて小指が倒れてるだけです。ググッと取ります。取ってまた被せた時に小指を元に戻してスッとやるとですね、小指が取れてまた生えてきたように見えます。では最後に小指が本当に取れているように見せるやり方です。まず一度小指を取って消して出てきました。そしてもう一度行きますと言ってお客さんを一回油断させます。そして体の向きをまたこのように持ってくるときに小指を倒しながら偽物の指を作ります。この偽物の指の作り方は、中指をまっすぐにして人差し指親指でこのようにつまみます。そうするとこのようにですね、ここの部分が偽物の指に見えます。もちろんこれじっくり見られるとですね、偽物の指って気づかれてしまいますので、このようにテンポよく行ってスッと取るとですね、本当に外れたように見えます。このように見せたら、ググッと同じように取る動きをしてこのように取ります。離しすぎると何が起きてるかわからないので、まあ、これくらいですね、これくらいの感覚離すと取れたように見えます。で、大体 1,2 秒取ったのを見せたら、小指を起こしながらつまみます。なので偽物の指から本物の指をこのようにつける動作をします。ただこれもちろんゆっくりやると何をやってるかバレてしまうので、偽物の指を後ろにやって本物の指をくっつける時の動きを早くします。こんな感じで、さらにこれをごまかす動きとしてはですね、離しました、くっつける瞬間に手をちょっと下に下げるんですね。このようにすると、動きがごまかせます。で、あとはこのまま手に何もないことを示してマジック終了となります。はい、見ていただいてありがとうございました。今回のマジックですね、道具がいらないので何かやってって言われてもすぐに対応することができます。練習さえすれば誰でもできるようになりますので、最初ちょっとコツつかむまで大変だと思うんですけれども、ぜひ練習してできるようになってみてください。TikTok、YouTube、Instagram やってますので、ぜひそちらの方もねチェックしていただけると嬉しいです。参考になった方は高評価、そしてチャンネル登録していただけると大変励みになります。これからも皆さんが使えるようなマジック投稿していきますので、ぜひよろしくお願いいたします。